自分の通っている文化服装学院で今年の11月2、3、4日に文化祭があります。誰でも来ることのできる大きなファッションイベントなのでよかったら来てください。自分が文化祭に参加する日や日常などはインスタで随時更新しているのでよかったらチェックしてみてください。文化ではファッションビジネスコースというところにいるんですけど、シャツを作ったりしてるんですけど、実際にそれは作るのが目的じゃなくて、ここがこうなってるんだっていうシャツの部品とかを知って、例えば自分がバイヤーになった時とかにそういう細かい仕組みを見れていいものをどんどん見れるっていう目を養う授業だったり、流行りを調査したりだとか、もちろんデザイン画も描く授業もあったり、メイクは2年生になったらメイクアップコースがあるんですけど、自分のお店を持つことが夢です。 Hi, I'm Shosh, I'm 19 and I'm student of 文化ファッション college。 今日のコーデはおとなしめがテーマです。中のセットアップは結構ごちゃごちゃしてるんですけど、上に真っ白のファーコートを着てストーンってさせてます。でもただの白いファーコートじゃなくて、後ろにはメッセージが書いてあります。